はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガールフレンド音符では今回もやっていきましょう。まあ、ちょいちょいいろいろとできるようになることがあるので、まあ、まずねレベルが12になってるんでセンターガールを勧誘できるんですよ。センターガールをまず勧誘しましょう。そうすると一応ね今の俺の中ではやっぱり村上先輩かなっていうのはあるんですけど、見てみましょう。そうだよね、このメンツだったらまあやっぱり村上先輩かなっていうのはありますね。村上先輩でいきましょう。へい彼女どうだい、僕のセンターにならないか。私でいいんでしょうか。もちろんだ。ナンパ成功するか。やったー、ナンパ成功した。会いに行く。センターガールでもねまだあかねちゃんもね全然育ってないんでちょっとまだ村上先輩の得意曲ごとにやっぱ変えてった方がいいのかな。まあいいや、とりあえずセンターガールを勧誘しました。であとはミラクル勧誘も2500貯まったはずなんでできるはずなんですよ。でもクリスマスイベントはちょっと終わっちゃってるんで、また新しいイベントになってますね。今ラックストーンが2600で2500で引けるんで、で11連は SR 以上1枚確定と、でさらに初回 R 以上の衣装付きというわけでやっていきましょう。11連、初の11連ですね。SSR が 1.5% で SR がだいたいね 9% くらいなんで、期待値としてはまあ SR 以上が1枚は出る、で確定1枚あるんで2枚出てくれればまあ期待値ですね。まあ R、 玉井さん知らない。お SR、 これは確定のやつかな。確定なんだか確定じゃないんだかが分からん。あ、久保先輩これ持ってなかったっけ。あ違う、あ SR も来た。2枚目っすね。これは R のカチューシャ。あー師匠、私は師匠を入れたい。あ3枚来た。なかなかいいんじゃない。はい、まあ、S、おまた来た結構確率高いね。というわけで SR が1枚2枚3枚4枚ですね。多分確定が1枚どっかに入ってるんで、まあそうすると3個、なかなかいい値じゃないですか。まあさすがに SSR までは出なかったんですけど、まあまあ満足っすね。でもまあこいつらをちょっと育てるのもな、まだなかなかきついからね。ということでミラクル勧誘でした。ではストーリーの方も見れるようになってるので、ちょっとこっちをやっていきましょう。ステージ2とステージ3ですね。まずはステージ2から。これはすぐに読むと。校内大会開催中、ステージ2、Come and Join Us、スタート。椎名さん、黒江先輩、桜井さん。こんにちは、椎名さん、黒江先輩、翔くん、ということで。これは桜井さんの会話かな？応答設定オンでいきましょう。どこへ行きますかと。これから放送室でともちゃんとランチタイム DJ の打ち合わせです。ともちゃんのカードって持ってなかったよね。あかねさんはダンスバトルロイヤルに参加しますか。いや参加するでしょ、だって俺のセンターだよ。あかねちゃんなんで踊らない方向になってんの。誰かから誘われましたか。いえ今のところ誰にも誘われてないマジか、俺の勧誘はどうなったんだ。もしやこんなやつの指揮下の下ではやってられないっていう愛想をつかされてしまったか。
そうだよ、見るよりやる方の方がきっと楽しいよ。今まで楽しそうに踊っててくれたじゃないか。やれるよ。スポットライトを浴びる人を取材したりしてるって言うけどさ、この高校スポットライト浴びる人いっぱいいるよね。むしろあかねちゃんだってさ、絶対さ放送部員のマドンナでしょ。あかねちゃんとともちゃん両方可愛いからね。2人しか知らないけど放送部員。よろしくお願いします。いやいやいや、俺のセンターだよ。あかねちゃん言っとくけど、黒井先輩、俺のセンターっすからね。黒井さんの勧誘のおかげですってことになってるけどさ、俺の勧誘活動は一体何だったんだろうか。お、まだ勧誘する人がいるのか。神楽坂先輩、村上先輩。村上先輩さ、だって普通に考えてさ、ダンスしないっしょ。いや、さっきさ勧誘しといてさ、こういうのもなんだけどさ、ストーリー上的にはやるような人じゃないと思うんだけどね。あらら、神楽坂先輩断られちゃったよ。あ、新聞部の仕事ね。確かにね、ダンスバトルのことを記事にしないといけないから新聞部は大変そうだよね。それを言ったらさ、あかねちゃんだってさ放送部としてさインタビューしないといけないじゃん。中身先輩はちょっとダンスっていうイメージじゃないからね。まあ確かにね、やってみなくてもわかるよ。神楽坂先輩の言うことももっともだ。あれ、結局断られちゃった。しかし俺は村上先輩をすでに勧誘している。ふんふんふん、甘かったな黒江先輩。やはりここはカリスマ性のある俺の手での方が良かったのか。うん、残念だけどここはちょっと顔に出さないでおくか。これ誰、一番右の人。知らない。三好さん、奈緒さん。カクカクシカジカって感じだね。振られちゃったのか。あ、そうなの。村上先輩、俺でさえ知らない情報をなぜ知っている。鼻歌歌ってるとか。おー、そうなのか。俺あれだけ図書室通ったのに村上先輩の鼻歌歌ってるシーンなんて見たことないぞ。なるほどね。お、そうなんだ。てかさ、やっぱりさ、この高校のつながりがマジで全然わからん。もう全員さ、全員のこと知ってるよね。お仕事、え、モデルなの。てかさ、みんなモデルになれるって。だからこの高校の人たちはそのジャンルをね別にしてね、そのね、椎名さんとかはちょっと清楚系にして、黒江先輩はちょっと外人系の感じでね、全員モデルになれるっしょ。お、続けて読めるんだ。このままじゃあ続けていっちゃいましょう。ステージ3、進み出した物語。ようやくか。ようやく進み出したのか。待たせたな。反対は別にしないっしょ。結構ともちゃん軽い感じしますからね。どんだけニュース持ってんだお前。こういう時は、
悪いニュースから聞くもんだよね。なるほど、俺美味しいものは後に取っときますね。だってさ、美味しいものを先に食べたらさ、あとなんか美味しくないものになっちゃうじゃん。普通のニュースってどういうこっちゃ。なるほど、さすが黒江先輩。俺はもう一回断れたらハートブレイクだよ。悪いニュースって言うほどか。開いてますよ。おお、ももちゃん、風町さん、風町さん、どっちだ。だってこの二人だってさ、学年違うじゃん。そもそも同じ軽音部なの。ほら、なんで村上先輩のこと知ってんの。まあ確かにね、村上先輩絶対大人なそうだから、村上先輩が踊ってる姿はもう絶対ね、男子生徒の釘付けですよ。ニューロンは出ないんだ。学園内のファンね、ニューロンのファンというか、なんていうか、多分個人的なファンだと思うんだけどね。なるほど、さすがだな。ニューロンじゃなくて出ればいいじゃん。黒川さん出てきてないね。てか今どういうメンツになってんだ。上級生、下級生、ごちゃ混ぜだな。てかさ、一応さ、校内バトルするんでしょ。まず黒江先輩率いるメンツと、あともう一個の対抗勢力とかもあんのかね。じゃあこれ先にさ、勧誘したもん勝ちだね。まずはニューロン味方に加えたでしょ。で、放送部員のあかねちゃんも味方に加えたから、こっちかなり今いい感じなんじゃん。あとダンス系か。運動系は今のところ椎名さんしかいないね。でもまあ新体操部のエースを取り込んであるから、まあ一人はなんとかなってるな。ゆずちゃん、ゆずちゃん絶対誘ってほしい。ああ、何？他のことやることになっちゃったって。マジか。もう君たちいいから、俺はゆずちゃん一人でいい。てかゆずちゃん欲しいカード普通に。まあゆずちゃんもね、ラクロス部だから、どっちかっていうとダンスの方か。お、この人もわからん、真ん中の人。そうだそうだ、読めない、はやくるみ。おお、この子もかわいいね。三敵ってなんだ。結局いいんじゃん。経験値ね、任せなさい。虫
者修行ってやつだがやって実際さ、そんな喋り方するやついるの？あとさ、この高校にはさ男子生徒はいないの？俺以外に男女の比率はどうなってるんだ？まあ別に普通科っぽいですからね。その工業科とか、工業科とかになってくるとやっぱり男子生徒の方が多いけど、商業科はね、女性の方が多かったですね。まあガールフレンドかっこ仮の本編でも言ってありますけど、自分の高校は普通科と工業科と商業科があったんで、で自分は普通科でしたっていう。で工業科は10対1とかっすね。男女比男が9、10対1っていうか9対1か、トータルを10でいくと男が9、女が1みたいな。ダメかな。俺はもうすでに誘ってあるぞ。あ、師匠お願いします。そうだ、さすが師匠、いいことを言う。そうだそうだ、ステージのふみおちゃんを撮りたいんだ。え、そうなの？マジで？まあ確かにね、師匠の目にかかればすげえさすがだ。やるな。俺にもその技術を伝授していただきたいものだ。なんとなくついた脂肪は取れない。いやーでもね、やっぱね、30歳過ぎるとね、すげー体重落ちづらいっすね。20代の時にやってたダイエット方法を同じ30代に持ってきても落ちないっすね。やっぱりね、30過ぎると代謝も落ちるし、もう全ての身体機能が低下します。5分間全力疾走ってだいぶだぞ。確かにダンスは結構動きますからね。1時間でも2時間でもって、マジでそんな過酷なんだ。1日で3キロ。俺もバンドやろうかないや、やんないけどね。いいことずくめだな。やるしかないだろう、これは。さあ神楽坂さん、
なるほどね。でも自分のことを記事にするっていうのもねえ。お、俺はまた師匠からそうすると写真を買わなくてはいけないな。うん、椎名さんがいて、あかねちゃんがいて、でこの子がいて知らない、ももちゃんもいて、村上先輩がいて、かぐな坂先輩がいると。マネージャー兼監督さん、任せなさい。50ゲット。次はレベル13。お、今レベル12だから、あと1レベルくらい上がればいけますかね。だいぶプレゼントも溜まってるな。というところで、まあ今日はちょっとダンスはやらなかったですけれども、まあガチャの方とストーリーの方を進めたということで、今回はこれで終了したいと思います。